はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日ですね、タワーバトル利用編究極フロア5ですね、こちらを攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティの方を見ていきましょう。まずはリーダーゴータロウですね。見習い最高知能怖くないぞ、死神の世界をつけています。続いてナイフ量ですね、300年体力焼けを続けています。そして無駄量ですね、ラックとパックの剣、点数とファイアボムを入れています。スタンバイにはバイスケですね、闘志先導仲間連携壁コンをつけています。フレンドはジョータロウですね、ドキタロウを連れていきます。では参ります。まあもうこのパーティー自体はかなり、使われてる組み合わせだと思うのでね、備忘録としてご覧ください。はい、ではまずは徳太郎自爆、そしてナイフ利用でゲージが溜まったので CS を打ちます。続いてソラがね、ちょっと怖いので、なるべく遠くに離すようにしておきます。これで無駄ディオがちょっとダメージを受けるかもしれませんが、5番以下だったら、大丈夫ですね。5番でしたら大丈夫です。さあナイフでナイフ CS を倒します。さあ第2ラウンド終了、続いて第3ラウンドですね。ここはね、誰で倒しても同じなのですが、一応ナイフリオでね、倒していこうと思います。はい、続いて増援ですね、増援が来て CS が使えなくなりました。高太郎にダメージが受ける感じですが、仕方がないですね。さあ、そしてもう一度ナイフに対して、はい、ですね、キャプターリバーに対してナイフを出させてもらいます。では行きます。バイスキーがね、ダメージ受けてしまいました。まあいいですね。はい、続いて第4ラウンドですね。さあ今度は、今度もナイフで処理していきます。では全部取られてしまいましたが大丈夫です。ナイフがエリアスプリン前に入っているのと、ゴータロがダメージを受けているので、バイス用としてバイスケを走らせています。
ンド終了。続いて第5ラウンドですね。さあ行きます。倍付きですね。最初は倍付きで行きます。ゲージの関係上倍付きで行きます。でバニラが振ってきました。でバニラで返して、ナイフ用に行きます。横感を確実にしておきたいです。私の場合は15ヒットすれば、ナイフで倒せるのでもう安心して全部倒します。さあ最終ラウンド、ここまでいたらねほぼクリアできたと言っても過言ではないでしょう。掴まれたのがコウタロウでよかった。では遠慮なくナイフで倒していきます。あっ縦感をうまくできるかな、していきます。ずれました。ずれてしまいました。そろそろいいですね。はい一応倒せました。ゲージ募集されていましたが投資が湧いてきたので良かったです。そして出てきましたギアディオ。出てくると面倒ですが、ここは本当に確実に横感ですね。していかないと大変なことになっちゃいます。これでヒット数を稼いでいっております。仲間連携のおかげでね、ちょっと増えていって99度ぐらいになれば大丈夫だと思うんですけどね。一応まだまだ見ていきます。そろそろいいですね。はい無事倒しました。いや究極をね一度見せずに倒すことができました。良かったです。本当に良かったです。最後までね動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またねどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイム。